日曜日19日に池袋中央公園で、そこから出発の外国人実習制度廃止デモというのをやりたいと思います。なぜ私が外国人実習制度を廃止すべきと思うかと申しますと、なんと去年9006人の外国人実習生が失踪して行方不明になっております。この人らはそっくりそのまま不法滞在者となりまして、地下に潜伏で、そういう方々雇うと総路会社も罰せられますので、どうするかと申しますと、全国各地で桃泥棒、ぶどう泥棒、梨泥棒、電線泥棒やらかして捕まっております。つまり不法滞在だけでも犯罪なのに、さらに新しい犯罪組織を形成してですね、一大社会不安になっております。こうした不法滞在者、今現在日本に何人いるかと申しますと、25万人であります。これはこの豊島区の日本人の人口とほぼ同じ、これだけの人間が地下に潜伏して行方がわからない、怖くないでしょうか。それともう一つですね、外国人実習制度を受け入れる会社向けのですね、研修会というのがあるんですけれども、そこではっきりと講師にですね、実習生は奴隷ですと、こんなこと言われるんですよ。実習生は最低賃金で使える奴隷ですと、ですが3年間クビにできません、と言われます。それでもいいですかっていう会社だけ、じゃあ実習生受け入れます、それでいいです、というふうになるんですけれども、3年間クビ切れないってことではですね、解雇できないってことはですね、どうしようも話も通じないようなダメな実習生が来た場合、会社はどうするか。私でしたら逃げるように仕向けます。他の会社もそうやってるんでしょう。ですんで、どうしようもなくて逃げて失踪、実習生が9000人ってことになっちゃうんですよ。川口にはですね、外国人技能実習生センターというのが建ったんですけれども、ここに実習生寝泊まりさせているんですけれども、一人分のスペースが畳2畳よりも狭い 3.1 平米だそうであります。これですね、本国ではもっとひどいところに住んでるかなんか言って建設を強行したようですけれども、実習生の容量ができまして 4.5 平米ないとダメだよ、一人当たりというふうに基準が決定されました。困った川口実習センター、新藤大臣に400万円ばかり寄付をして、廊下を含めた部分の面積合わせて1人 4.5 あればいいってことにしてしまいました。新藤さん、黒いですね、なかなかやり手ですね。このようにですね、川口の実習生は畳2枚の部屋に閉じ込められてひどい目に遭っております。アメリカ国務省人身売買白書でも、日本の外国人実習制度は奴隷貿易である、人身売買であると名指しで非難されております。日本でひどい目に遭った実習生は日本を好きになって帰国するわけないですよね。帰ってから日本はひどい国だと言いふらすに決まってますよね。外国人実習制度は不法滞在者を毎年数千人単位で増やす、外国人を虐待して奴隷にしている、それを外国からも非難されている、客がやって一理なしのとんでもない制度であります。今すぐやめさせるべきであります。